今回なんですけれども、次の乃木坂の曲ですね、35枚目、水木イラストとなります、表題曲の曲名を当てに行こうと思います。まあ、なぜそんなね、曲名の予想をしようかと思った、まあ、きっかけなんですけれども、過去水木の表題曲2曲ですね、共に共通点がありまして、ほにゃららはほにゃららをほにゃららるっていうように、はとおとるですね、こちらのひらがな3文字が共通しておりまして、ワンチャン次の曲もこの法則にのっとってね来るんじゃないかなっていうので、まあ、正直ね何のヒントもなしに当てるのなんかもう無理ゲーなんで、今回はちょっとこの法則に当てはめて考えていこうかなと思います。それではですね、考えてきたものを発表していきます。まず一番本命とも言えるのがこちらですね。私は月を駆け巡る。やっぱりね、水木の名前に月書いてるのでね、この月っていうのをどうしてもこう入れたいなっていうので、ってなるとまあ月はほにゃららをとかでもいいんですけど、真ん中のおの前に月かなみたいな。ってなるとまあ最初私、まあここ君はとか僕でも大丈夫です。まあ僕から始まると僕好きと被っちゃうんですけど、まあ君の名は希望と君に叱られたでね、もう表題過去に君スタートの曲としても被ってますので、まあ、被りは特段気にしないでおこうかなという感じで、まあ月ってねこう空にあるものですから、こう上にこう駆け巡る、駆け上がっていくみたいなことをイメージして駆け巡るいいんじゃないかなと思って、これ結構気に入ってますね。でこれね、実際に皆さん考えていただいたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ難しいですね。なかなかいいのが思い込まなかったんで、ちょっとあとねかなり自信ないんですけど、空は私を支配するとか、僕は平和を望んでるとか、まあ、こんな感じですね。この平和の部分ね、幸せにしたかったんですけど、まあそれだと保護色ね、なんかマイヤーのラストのと重複するかなというので、ちょっとそこは避けました。月は空を輝かせるとか、輝かせるの部分がちょっと長いんで気に食わないんですけど、まあ他にちょっといいのがなかったんで。では最後にですね、冒頭で紹介しました法則に乗っ取らないパターン1個だけ紹介します。はい、こちらですね、ビューティフルムーン。ビューティフルが美しいって意味ですね。でムーンが月になりますので、まあ、訳すと美しい月、まあ、これ水木を表す言葉となります。まあ、今までの表題でですね、センターの人の名前からなぞらえたものってあんまりなかったというか、ほぼないと思うんですね。あったらごめんなさい。なので、たまにはね、センターの人、まあ、特に水木なんかね、この英語表記にかなりしやすい名前なので、今回うってつけなんじゃないかなと思います。過去センターの人のね、卒業シングルっていうので、英語表記すべてっていうものが一個もなかったので、今回ここで英語表記もワンチャンあるのかなっていうので、ちょっと企画との趣旨とずれるんですけど、こちらも一個だけ考えました。また、あざといキャラで有名なんでね、あざとい的な曲名もワンチャンあるかなと思ったんですけど、まあ、日向のね、あざとかわいいと被っちゃうので、まあ、今回ちょっとなしかなとなりました。はい、ということでね、いろいろ曲名予想してまいりました。当たってることを祈りつつ、発表を待ちたいと思います。ということで以上ですね、最後までご視聴ありがとうございました。